神よ、私は死を恐れません、うんうん、彼が19歳の時に描いたこの絵を見た時22年間の熱量を探りたいと思ったの、うんうん、死に急いでいるような奇妙な感覚から出る圧倒的な力が聞こえるん ただ過去からの声は響いてくるか何時のガラスのシューブを取って一本のガラスつて塗り出して。 悪魔の下になれるのは私もう一回行きますはいでは本日の高橋裕樹のシネマ館配信素晴らしい監督とお話しさせていただきたいと思います、えー、まずは自己紹介のほどお願いいたします 火、えー、だるま海斎の監督の、えー、佐藤久康です。よろしくお願いいたします。ちょっと今、ここ来る前に時間がかかりましたけど、<あ> <laughs> やっと、<laughs> あ<の>ね、いつも通りはり、い、やって、ちょっと左だるま海斎の私のポスターの画面がちょっと切れてしまってますけども、はい、いああ、それはまずいですね。はい、はいえっと。拝見させていただきましてなんですけども、はいえー、まずは簡単にあだすじの方をお願いいたします。 えーとあらすじはまあ一つではしゃべれないんですが、<laughs> はい。まああの簡単に言うと、はい、あの村山海太というあの百十四年前に、はい。二十二歳五ヶ月で亡くなったですね。はい、えー。天才画家であり詩人であった、はい、まあ村山海太に取り憑かれた男と、はい。はい、まあ、えー、女性とのですね。うん。えー、えー、ちょっと歪んだ愛 と言いましょうか、はい、とあとそのパフォーマーと知り合うことになるんですが4人の若者たちも、うんえー、村山海んに感化され、えーまあ、各地でパフォーマンスを繰り広げて、はいえー、電波として飛ばすみたいなおまたに言ってそんな感じなんですけどは初めの,あの、えー、ちょっとあの資料を読まさせていただいた時に、はい、村山海斗のねなんか この人物の物語かなっていう感じで入っていったんですけどもまあそれはそれであったんですけどあのすごく不思議な作品でしたねええまあこの村山海太自身がですねもう10代っていうか幼少期からあの天才と言われてまして、はい、あの父,父はもちろんね海外の,あの江戸川乱歩だとか ランボーとかね、うんえー、海外の作家のあれを独自で翻訳とかしてたんですよね。はいはい、でまあそういった天才児でありながらも授業中にあの前の生徒の背中に絵を描き始めたりだとか、はいまあ、突然踊り出したりとかいうん、あの描写の音読のいなくなってしまうとかね、はい、なんかそこら辺のキャラクターも含めてえ 実際の絵画、えーしえー、いわゆるあの怪奇小説と言われているものをこうひっくるめた形で、現代ものとして描写しました。ね、やっぱりこれ、監督自身もこの描いたのにハマってっていう感じですかね、そ,っからねそうですね、火だるま描いたと言われているんですが、彼の代表作、まあ、絵が、あのー。 威張りする螺惣と言いまして、言葉で説明すると、ションベン小僧に炎を、うん、覆っているようなね、はい、あのそ,その色が、まあ、赤というか、真紅色のガランスと言われてるんですが、それに1 5年前に、あのー、美術館で生を見て、ちょっと衝撃を受けたんですよ。それで何かしら、まあなん まあ今回の映画にも取り入れてるんですけど彼の怪奇小説「はい、悪魔の下」というものがあるんですけど、はい、まあこれ日本で初めて、はい、えの、えー、怪奇あ怪奇じゃないカニバリズム小説と言われてるんですあ江戸川乱歩あたりがまあそれ、まあ、ショックを受けてみたいなところはあるんですが、うん、えー 影響を受けたっていうこれねあの冒頭がなんかちょっとドキュメンタリー風でね始まっていて。ああそうですね,ねであだから。だから本当に展開が読めなくて好き、はい、な世界にすぐ引き込まれていくんですけども、えーまあ、書いたを知って書いたを楽しむ映画であってで、はい、書いたのメッセージも伝わってきてそれが全体的に映画のメッセージにもなってるっていう感じですよね。 どっちっね、そうですね、なんかその、うん、なんかちょっと普通の絵画とはちょっと違うっていうのがあるんですけど、なんかあの五感に感じてもらいたいというかね、描、うん、いたっていうのも一つ、先ほどお話ししたように、はいはい、キャラクターも含めて作品もそうなんですが、なかなか捉えどころがないんですよ。はい それなどころのない人物だし、あの作風でもあるんですよね。だからあのそれを映画としてあのお客さんで見てもらう場合、なんか五感でね、劇場で五感で感じてもらいたいっていう。なんか素朴なんか単純に言うとそういう感じなんですけど、聞きますね。五感に聞く作語感に聞きましたか。はい。ではまあちょっとこのキーワードでまあノイズっていうところもあって、結局ちょっと耳を澄まさないといけないし。 えー、で視覚のところでもいろんな表現があって、はい、映像的にも楽しめましたし回帰、えー、のようで回帰じゃない回帰 <laughs> の雰囲気もあんねんけど <laughs> その普通の回帰ではないっていうところなの、はい、で私的にはですね和製トワイライトゾーンと思いました、えー、あらららら <laughs> なん,かなんかそれだと綺麗すぎないですか <laughs> 現,現代ものであありながら、うんあのー ちょっと近未来っていうかね。うんうん、ちょっとそういった意味合いもあるんですよね。そうで、えー、だ,だからね。神秘的なシーンもあって。はいえー、でもそれもなんか、なんか新芸術的みたいな表現っていうか、ーはーはーなんかそういうのにも受け止めましたし。しええー、なんか対象と令和が交差してるし、うん、で幻想と現実も絡んでるんですよね。まあ、はい。だか本当にそういうちょっと未知のゾーンに。 り込まれててるっいうかで暗いシーンがあったと思えば明るいシーンがあるっていうなんかこう一定してないところでこっちが巻き込まれていくっていうね渦に巻き込まれてるっていう感じで終始なんか拝見させていたただきましありがとうございますだから本当に不思議な世界に監督に引き込まれてしまったていうかまあいわゆる摩訶不思議というかねそうですねそうですね まあ今、世の中がね、理不尽な世の中というか、うん、<laughs> まあこの映画も実際のところ、そのコロナ禍において、本当に何かね、自分自身が悪夢にうなされたんですよね。ははい、はいで、その中で、あの先ほどお話しした「威張りする羅臼」の映像が夢の中に巧妙のごとく現れたんですよ。 まあ長年、まあ、実際その絵を見たのは14、15年前になるんですけど、はいはい、それで漠然として映画化したいっていうのがあったんだけどこれはやっぱコロナ、うん、自閉的っていうかな、ま、んか画一的な世の中において描、うん、き乱すっていうんじゃないんだけど、はいはい、ちょっと描いたの魂とか時空を超えてね、はい、なんか今、表出させたら、うん、あの面白いんではないかなというふうに思ったりしたんですよね。なるほどね じゃあ、えー、監督の頭の中を映像化したっていう。まあまあっていうよりもやっぱり書いたの絵,絵と、まあ、実物の絵も使ってるんですけどあとまあ書いたの詩という詩と、うん、まああの文怪,、まあ、怪奇小説中心にしたその悪魔の舌のはい、はい、それを映像化して、うん、お茶混ぜのこうなんか世界観でね、うんうん、書いたの書いた的世界観を感じていただけたらと。 うん、いううふにっって、まあ、撮ったわけなんだから、ね、描、えー、いたの画家としての作品も出てくるし、C、ね、も、ね、出てくるしね、はい、かその辺もまあすごい映画やなっていう、その辺も、そこはまあちょっとドキュメンタリーたちで、まあ、いろんなことを描、うん、いたを知ることができるし、その中で出てくるそのパフォーマンス集団の,、ねのはい、登場っていうのも、そこの部分だけちょっと。えー 舞台を見てるような感じでね、うん、なってるからすごいあの本当にいろんな意味でいろんなジャンルが入ってて火だるま状態になりますが頭が、ね、頭, <laughs> 頭が火だるま状態になってあ<ー>この書いたマジックに <laughs> 本当に <laughs> <laughs> なんかそういう感じで本当にあの我々初めに思ってたちょっと作風と違うかったので。ね あ,ありがとうございます。はい、非常にちょっとこの、ね、年末年始にはふさわしい演目というかね。なかなかお目にかかれない世界観だと思うんですけどね。そう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 。夏よりも今やでっていうね。<laughs> <で>今だ。<laughs> いで、ちょっとわわっていうのを感じるね。うん、あんまり洋風が そんなに入ってない、ほとんど入ってない,てい。ねだからさっき言ったねその和製っていうのがもうぴったりくるような、えーね、映画かなって思いますからね。はい。はい、で、東京の方はね、年末に公開になって、えー、そうですね。で、関西が逆にこう年明けっていうね。ああ、はいや。いいですねで。いい時ですよね。<laughs> ねすごくいや、これね、実際あのー、うん、先ほどまあパフォーマンス集団っていうのは主役含めてね、はい、あのー、 佐野志郎さん以外は、はいあの、全員オーディションで選んだんですよ。あそうなんで、すか、えー、で村山海太のことを知ってる人もまあ中にはいたんだけど、ほとんどやっぱり若者は知らないしね、はい、それで村山海太ってそれぞれの解釈の仕方で、うん、あで、のー、いわゆる全員が全員村山海太に取りつかれるわけなんですが、はいはい、それぞれのやっぱり捉えどころっていうのがやっぱ違うんですよね。違うはいはい うん、だからシナリオはあるんだけど、うん、それぞれの個性を生かした上でこでキャラクターにこう肉付けしていったというかなうだから監督としてはこうしなさいああしなさいというよりも。はいはい このあのあいわゆるコロナ禍をへあのちょうどまだ渦中で、はい、やっぱり役者というか表現者としてね何、うん、か表現したいだろうと、はい、うずうずしてるだろうっていう何ん、うん、かそこらへんの期待を込めてオーディションでそれぞれのキャラクター像を演じてもらったっていうんで、ね、そこは非常に、うん、あのうまくいったのかなと。 いうふうに自負してるんですが。だから元々出来合ったその演劇集団ではないということね。ではない。もう違います、ねね。なるほどね。だからそこはまたそのお互いにこう撮影していく中でこう成り立っていくっていうのがちょっと同時進行ですね。補助効果っていうかね。ねですね。キャッチボールがうまくいったんじゃないかな。はいはい、ドッジボールではなくしてキャッチボールが <laughs>、ねうん、やっぱりこう。<laughs> <laughs> たまには空振りもしまうっていう感じなんですけど、うん、野球でいえば。なるほどなっていうのがやっぱりねそれを感じながら見るとまた見方が違うんでしょうけどね。そう,そうですもまあ見て,見てる時もあどうなんかな初めからこの劇団の方を引っ張ってきてやってるのかなと思いながらでもやっぱりその、うん、こういろんな会話の中ではそう出来上がってない部分があったんで、はい、だからそこはもうリアルなんだろうなっていう。 えーね、彼らもリアルで、うん、こう書いたの世界に放り込まれたみたいな、うんね、そうなんですよね。なるほどね。クソオカもう何重構造にもなってるだから見る時に時期にもよっても、うん、あの映画の感想ってやっぱ違うわけじゃないですか。だから一度見ただけだとさあ2度3度って、ねうん、重ねるとまたさらに見えないものって。 <が>うん、まあ見えるし感じられる映画なんではないかなというふうには思っとるんですけどそうですねだからこれも多くの視点があるからね何回か見るためにこの視点を書いてるとちょっとまた違いますよね今あの、うん、お話聞いてはまた自分が見た時の印象とすごく変わってきたんであんなのかどと思いますねはい。ます <laughs> ぜひまあ本当にやっぱり劇場で見てもらいたいというのが作り手と演、うん、あ演者とのもう本当に希望っていうかなっていうかね、うん、せっかくだから劇場で見てもらいたいというのは作り手としてのあれですね。うん、そうですねこのスクリーンに映る、はい、ちょっとアート感覚っていうかね、えー、その,このそれをちょっと感じてほしいですね,つつねそれこそ本当に包んでいる感じね,ね見てほしいですね。えーはい 魅力ですけども、応援させていただきますのでね、ああよろしくお願いいたします最後になりますけども、えー、またメッセージ、よろししくお願いしますえっとですね、はい、まあこの,あの本当に老若男女に見てもらって、あのー、今の生活、まあ、なんかご不満な方にはもう見ていただいて、刺激を受けてもらいたいと、うんえー、生きる糧にもなるんではないかなと、なんか思っています。 村山海太もあの,あの世から見守っておりますのでぜひとも大画面で,です、ね、村山海太の絵と詩と、うんまあ、そういうのを魂といいましょうか、うん、そういった部分を感じていただけたらと思います。はい ぜ劇場にお越しください。はい。え、東京の方は2023年のしべベ国りで、関西の方は2024年のスタートで。はい。はい、そうですね。<laughs> 見ていただきたいと思います。はい。はい、え、本日は短かったですけどお忙しい中、はい、どうもありがとうございました、はい。はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。